聞こえないならイメージしろ。体中で鳴らせ。母さんが僕に残したものを引っ張り出せ。こらこら友人へ、主役を食おうとするんじゃないわよ。マジかよ。パーコー先生、すごい綺麗だ。とんでもないな。両者めちゃくちゃ、まるで殴り合いだ。その殴り合いに会場が飲み込まれていく。慣れてないのも当然だ。彼は伴走者じゃない。彼女と同じソリストだ。僕を突き動かす力強く、鼓動のように。君の音が聞こえる。君がいる。旅に出る。